鉄道営業法は、鉄道の職制、運転、運送等に関する日本の法律である。所管官庁は、国土交通省。鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために、事業者と利用者が守るべきルールを規定し、罰則もある。解放例に、鉄道の施設と車両の構造を定める鉄道に、関する、技術上の基準を定める、省令。 運転法案規範を定める、運転の安全の確保に関する省令、運賃その他の運送条件を定める、鉄道運輸規定などがある。なお、本法の適用対象は鉄道であり、軌道法上の軌道は対象外である。罰則規定のうち、罰金の多額が2万円に満たないもの及び過量に、多額が付されているものについては、罰金等臨時措置法第2条が適用される。 したがって、円以下の罰金という文言は、2万円以下の罰金と、円以下の過料という文言は、過料と、それぞれ読み替える。罰金通り臨時措置法により、本法律の条文の規定に関わらず、過料とする罪は1000円以上1万円未満の過料、ある円以下の罰金とする罪は1万円以上2万円以下の罰金に処される。前述までのほか、主な罰則は以下。 各条とも、行為の軽重によっては、刑法の往来危険罪、業務妨害罪、公務執行妨害罪、住居侵入罪、詐欺罪、器物損壊罪が適用される場合もある。起動法には、本法のような規定がなく、省令である、起動運輸規定及び起動係員規定が定める。起動運輸規定には、罰則があるが、それは法律により直接委任されたものではない。 諸説あるが、遅くとも、昭和22年法律第72号第1条の規定により、昭和22年12月31日限りで、それらの規定が執行している。それ以外にも、鉄道営業法には、規制や罰則があるが、軌道法令では対応しなかったため、軌道では適用されないものがある。ありがとうございます。